花屋の親父、足が悪かったろ。彼はまだ知らないことだが、あれは内臓の病が原因で起こる初期の症状だそうだ。しかし彼は助かるだろう。娘が死んだ時、彼女の臓器が臓器バンクに保管されていて移植されるからだ。娘は自分が数ヶ月後、父より後にその病気になることを石の形によって知ったんだ。彼女はそれを理解し信じた。苦しんで死ぬよりは健康なうちに父のために死のうと、彼女は石を受け入れ、石は彼女を苦しませずに、しかも臓器の細胞が崩れないように殺してくれたんだ。てめえが殺しといて、なんだその言い草は。なんだって不発弾ミスター、弾薬が不発だぞ。バカな、その弾丸はナンバーファイブの受け持ち責任だ。僕はまだ死ねない。石がまだ僕の死を掘ってないから。不発弾が二度続くと思ってんのか、この野郎。今ので君は運命の形を悟った。君にはもう僕を撃つ意志はない。違うかな。なんなんだこいつは、畜生。こいつの言っていることは一体、ふざけやがって。もしもし、おいフーゴか。ブチャラティに伝えてくれ。彫刻家はスタンド使いだった。なんだって。この野郎、ブチャラティをどうのこうのと言ってるんだが、なんだか俺一人じゃわけがわからねえよ。何言ってんだミスター、まだ落ちちゃっていないのか。ね、ブチャラティならとっくにそのマンションに向かったぜ。君が車を降りてすぐ後を追ってな。もしもし、なんだと。ミスター、どうして。7月31日発売。で、電話番号だ、フーゴ。探さなくては。ブチャラティが今持ってる電話は何番か教えろ。大丈夫か。お前がかけているこの電話がブチャラティのだろう。おいミスター、もしもし。急げピストルズ、ブチャラティを探すんだ。ミスター、もしもし。おい、目を覚ませ、彫刻野郎。どうすれば石を止められる。こら、起きねえか。答えるんだこの野郎。ブチャラティのところへ向かった石を止めるには何をすりゃいいんだよ。頼む、教えてくれ。お前の言ったことがなんとなく分かりかけてきた。だが俺はどうすればいいんだよ。ブチャラティには絶対に石を触らせるわけにはいかねえ。決してだ、お願いだ、教えてくれ。石には逆らわず、受け入れた方が楽なのに。しかし今までできたものはないが、あの石を破壊するか、その形を変えることができれば、あるいは。いたぞミスター、ブチャラティがいた。ナンバーワンから見つけたと報告だ。ブチャラティは7階にいる。な、階段だ。ブチャラティは階段を登っているんだ。なんだって。やばいぞ。石だ、石も階段にいる。石がブチャラティの目の前にいるぞ。止めるんだナンバーワン。ブチャラティに石に触らねえように言え。ダメだミスター、ナンバーワンの弾丸にはもうそこまで止めるパワーはねえ。ブチャラティ、ピストルズ、やったぞ。危なかった。しかも形が削れるぞ。ピストルズ、一体ここで何が起こっている。これはスタンドか。しかもこの石の形は。うわ、逃げろブチャラティ。スティッキーフィンガー、攻撃しちゃダメだ。触れたらヤバいんだ。下へ逃げるんだブチャラティ。ミスター、あんたがその石に触ってはダメだ。指一本でも触れたら死ぬぞ。どういうことだ。とにかく詳しい話は後。うわスタンドなのか、その石は。早く下へ、このマンションから出てなるべく遠くへ。何、さっきもこうやってエレベーターの中から。うわやばい、この階段は。